はいみなさんこんにちはレック講師の森田隆司ですそれではただいまりエコノミスト森田隆司の経済会計時事開設第21回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はいえー、本日もですね2019年の重大ニュースを振り返るということなんですけども、ちょっと画面をですね切り替えて、中身の方に行きますが、えー、テーマはですね消費税増税ということでありまして、まあ、2019年の10月にですね消費税が増税、えー、まあ8%からですね10%に増税したということなんですけども、えー、まあどういう、ね、影響が出てきているのかなというところなんかをお話してきたらなと思いますね。 ではです、ね、消費税増税ということでありまして、まあ、安倍政権はです、ねまあ、消費税を増税したわけなんですけども2度延期しているということだったんですねしかしながらということで、まあ、とうとう上げましたよとそれが2019年10月1日でありまして8%から10%へということであります。 でまあ、何もしないとです、ね、経済への悪影響が大きいわけですから、まあ、軽減税率ということでありまして食べ物に関してはです、ね、8%で据え置くとで新聞の定期購読,、ね、読に関しても8%据え置くとえだけども外食は食べ物だけど10%にしちゃうよとあと酒も同じだよねとういうことです,、ねまあ、ですからあのです、ね、食料品に関しては8%で据え置くということなんですけども酒に関しては10%ということ ですからみりんはです同じしょうゆみたいな調味料でもです、ね、みりんの場合は10%ということで酒が入ってるからということで、まあ、酒が入っちゃってるものはです、ね、10%になっちゃうということですね。 でえーまあ、ポイント還元ですね、これも結構大きかったんですけれども、クレジットカードだとかですね、えーまあ、そういったもので決済すれば5%還元ということでありまして、えーまあ、8%から10%へのですね、まあ、消費税の増税というのは、まあ、悪影響というのがかなり出てきますんで、その悪影響をですね取り除くために、ですね、えーまあ、こういった、ね、対策なんかも打って出てるんだということであります。で、えーえー、ではちょっとその次ですね なぜ増税かということでありまして高齢化対策、財源確保ということでありましてですね今、日本はですね非常に高齢化が進んでいるということでありましてちょっと映していきますが。 2018年、ですね、まあ、65歳以上の、まあ、高齢者は65歳以上ということなんですけども28.1%ということで、まあ、世界トップなんですね。 えーまあ、ちなみにイタリアはですね世界が世界2位なんですけども22.7%ということでありましてでヨーロッパは大体20%ぐらいということでダン、まあ、トツでですね世界トップこれが日本であるということであります28.1%ですねで、まあ、高齢化社会という言葉がありましてね、まあ、それは7%超なんですよ、えー、高齢者の方がね65歳以上の方がねで14%超になりますとですね14%を超える方がですね高齢者であね 日本はです、ね、今28%に到達しておりますから、えー、じゃあどういうふうな状況なのかというと21%を超えるとです、ね、超高齢社会というふうにいわれましてです、ね、日本はもう超高齢社会に突入しちゃっているということでありましてものすごくです、ねまあ、ご高齢の方が多い国ということであります。 で高齢者の方が多いとですね、何が起こるのというとあ,あとごごめんなさいいね、ね、ね、こちらです、ねえー、すごいですす、ね、す2060年になりますと40%の方がですね、高齢者であるということでありまして、まあ、非常にですね、えーまあ、高齢化率がどんどん,どんどん高まっていっている状況なんですね。 で高齢者の方が増えると何が起こるのというとですねこちらです、ね、社会保障費がかさむということでありまして、まあ、今、予算です、ね、100兆円ほどあるわけなんですけれどもそのうちの3約 35,、えー、35兆円ですねこれが社会保障費としてかかるということで、まあ、どうしても金が今かかっているんだからあ税金上げさせてくれよと、まあ、これが国のです、ね、主張になっているわけなんですね。えー、ですからまあ増税とということ なんですねまあ、ただです、ね、まあ、本当に増税必要なのかなという議論もありまして、ね、日本はそこまで貧しくないということでそこまで増税が必要なのかという議論もあるんですけども、まあ、やっぱり、えーまあ、これだけです,、ねえーまあうん、すごいスピードでですね 高齢者の方が増えているという、まあ、そういった状況を考えますとですねちょっと消費税ね今の段階で上げる必要があるのかということで上げるということですねただねなんで消費税なのということですねいろいろ税金ありますよね法人税だとか所得税だとかいろいろ税金あると、まあ、三大国税っていうのが消費税所得税法人税ですよね。ななんんでで消費税上げるのかとということなんですけども えー、なぜ法人税ではないのかというと、まあ、法人税、えー、引き下げ競争というのがありましてですね、えーまあ、日本は法人税がすでに、まあ、結構高いということでありましてちょっとこれをご説明させていただきますけど、まあ、日本は約30%なんですねでアメリカは高かったんですけどトランプさんは減税したということで、まあ、今26%ですね、えー、であるということで,でフランスが一番高い高いドイツも高いということで、まあ、日本はですね、まあ、だから法人税を引き上げちゃうとです、ね、世界 ででも非常にに高いい国になってしまうということとこ、まあ、日本の企業がですね世界で勝負する際には非常に不利益を被ってしまうということでね、えー、ですからまあ法人税はちょっと厳しいかなとこれ以上上げるのはということですよねむ,すむしろ引き下げ競争ですよ、えー、トランプさんがあのアメリカの法人税を引き下げてということで引き下げ競争に入っててですねイギリスなんてもうすでに19%ですよねでアイルランドなんかは、まあ、国の経済どうかなというところもあるんですけど12%まで下げちゃってるということですね。ですから租税回避値 アイルランドは非常に多くの国に愛されているということでありまして、まあ、例えば日本なんかでもですね、えー、まあ大活躍のアマゾンですねアマ,ゾンアマゾンという会社がありますけどアマゾンなんかはです、ね、ペーパンカンパニー的な会社をですねアイルランドに作ってですねそっちにですね利益が出るようにしてで,、えーまあ、で法人税率が12%ですからねそっちに、えー、あの利益がねかなり出るような仕組みを作ってですね、えー、かなり節税しているということですよね。だから 最近ですよアマゾンジャパンという会社がありますけど最近ようやく日本で法人税を払い始めたと今までね業務委託費ということで日本のアマゾンジャパンにですね利益がほとんど残らない仕組みにしてたんですよだから本国のアメリカだとかあるいはそのアイルランドとかそういったところに利益が出る仕組みを作って,てですねだからあの 業務委託費っていうね業務委託費だけ払ってると、仕事をやってもらってる業務委託費だけ払ってるということで、日本にはね、あ日本のアマゾンジャパンにはほとんど利益が残らない仕組みにして、だから日本のアマゾンジャパンは今までほとんど税金払ってなかったんですけど、最近はね、やっぱりね、えー、払うようになってますけどね、いろんなやっぱり批判なりなんなりあるんでしょうね、日本で稼いでんだから払えよっていうね、えー、そういった批判なりなんなりあるんだろうと思いますけど、最近はさいあの払ってるんですけども、あのこれまではほとんどね、えー、利益を日本で出ないような仕組みを作ってですね、 払っってなかったとということでですからあまりにも日本の法人税が高いとですねそういうね租税回避地に利益が集まるようなですねことを企業がしかねないということで、まあ、やっぱりこれ以上ですね法人税を上げるのは危険かなというふうに私は思っているんですね、まあ、こんなことを言うとですねお前はもうあの経団連の回し者かとかっていうふうに言われちゃうんですけども、まあ、やっぱりですね、まあ、日本には企業が日本の企業が頑張ってもらわないとですね我々の所得も増えていきませんし日本の GDP もですね伸びていきませんから。 やっぱりあまり企業にいじめてもですねしょうがないのかなというふうに思いますので、ね、もうすでに十分高いですから、ね、すでに日本の法人税率は十分高いですから、まあ、これ以上ですね上がってもどうかなというふうに思いまして、ですね、まあ、ちょっとこれ以上は上げられないかなということですね。 だからアイルランドなんかはです、ね、ペーパーカンパニーの方向でですね、まあ、アメリカのですね、会社なんかはやっぱりアイルランドに結構ですね、12%ですからね、ペーパーカンパニー作ってですね、大体、あそこに15兆円ぐらいの、ね、利益が出てるんですよ。で、まあ、その15兆円というのはアイルランド経済の規模でいうとですね、GDP の大体60%ぐらいということで、まあ、ものすごいですね、利益がアイルランドで計上されているそれが法人税率が低いからと日本は高いから日本なんかで利益を出しちゃうと大変だということでですね 租税回避地にです、ね、ペーパーカンパニー作ってそこに利益が、ね、流れるようにしているということでだからあんまり法人税をですね高く上げすぎちゃうと逆にですね法人税収が減ってしまうという、ね、ことすら考えられますんでちょっとこれ以上どうなのかとということでありますでは、えー、と今度次ですねじゃあなぜ所得税ではないのかと所得税増税するいいんじゃないかと金持ちからもっと取ればいいんじゃないかということそういった議論もありますよね。 でこちらもですねやっぱりもうすでに高いんですよね、えー まあ例えば最高適用税率で見ていきますけど、まあだい日本のですね最高適用税率は所得が4000万円を超える方というふうに言われてるんですけども、えー、まあ地方税を合わせますとですね、国税と地方税を合わせますと最高適用税率で言いますと56%ですよ。ね、えー、これはまあ北欧のですねスウェーデンともうほぼ同じですよね、えー。ヨーロッパの中でもダントツ高いとで、えー、まあ日本のおですね日本とまあ 近い、まあ、あの GDP で近い国でいったらこの中でいったらドイツとかフランスとかあるいは中国中国はもう日本よりもずっと GDP 大きいですけども、えーまあ、こういった国々よりも全然ですね、うん、所得税率があ高いということでありまして、まあ、これ以上ちょっとね、えー、上げるのどうなのかなともちろんね日本の所得税というのはあの控除が結構多い,多いので、えーまあ、もちろん所得、えー、適用税率は高いんですけどそんなに実は払ってないよとそんなに金持ち払ってないよという議論もあるんですけど まあただねものすごい金持ちっていうのは適用税率が高いからいっぱい払ってるということにな,なっちゃうんでやっぱりりあんまり金持ちいじめてもどうなだからビートたけしさんなんかよく言うんですけどもあの漫才ブームの時なんか俺なんて200億円ぐらい収入があったけど180億円ぐらい税金払ってた <laughs> ということを言ってるんですよ、えー、で毎年今だったら10億円ぐらい払ってるということをたけしさんに言われてるわけなんですけどもまああんまり金持ちいじめてるのもなというふうに思いますよね。やっぱりこの、えー、そういうい、まあ、能力のある 方がが、えー、あまりにもですね税率が高くなっちゃうとやる気なくなっちゃうとじゃあ働く量を減らそうかなっていうふうに思っちゃう仕事の情熱を失っちゃうっていうね、えー、そういったことも、えー、起こり得ますからね税率を上げちゃいますとだからこれ以上上げるのはどうなのかなっていうふうに思いましてですね だ昔はね日本はねもっと高かったんですよ、税率がね。えー、70年代なんか75%ぐらいですね最高適用税率があったということですから、まあ、非常に高かったということで、まあ、やっぱりですねそこまで上げちゃうとやる気なくなっちゃうんじゃないのかなとそして70年代と決定的に違うのはもうこれだけ国際化していますからねじゃあちょっと国籍変えようかなという人だって出てきかねないわけですよね。そううううししたらら大切な能、まあ、能力力ののああるる人人がが日本かか出出出ていいいくということこで、まあ、頭脳流流ちゃう とということで、まあ、そういった問題なんかも起きうるかもしれないということで、まあ、これ以上所得税を、ね、上げるのもどうなのかなということで、まあ、だから消費税とそんな流れもあるんですよね。 でえー、なぜ消費税かということで2つに分けて、えー、考えていきますけれども、えー、日本はです、ね、消費税が低いということでありまして、えーまあ、例えばです、ね、ハンガリー、ですね一番高いんですけど27%ですよでデンマーク、ノルウェー、スウェーデンということでありまして、まあ、スカンジナビアのです、ねえーまあ、国々ですね北欧ですね25%ですね、まあ、この国々は、まあ、福祉国家ですから幸福祉、幸負担ですからね、まあ、25%ぐらい払ってよということなんですね。 ででしょうねでそれからまあ日本にも馴染みのあるイタリアイギリスフランスドイツまあ、こういったところは軒並み20%ぐらいということでありまして、まあ、非常に低い消費税率の国というのは例えばカナダ台湾ということで5%と、まあ、ちなみにアメリカはですね売上税っていうまあ、似たような税があるんですけども消費税っていうのはなくてですね0%ということですねですからまあ日本と近い国ヨーロッパドイツイギリスフランスこの辺りですね大体力が同じぐらいかなとまあ、そういった国々ではですね20 パーセントにすでに上がってるんですね。だいたい二十パーセントですね。日本はそれで八パーセントじゃねえかということで、まあしたがってもうちょい上げろやということがありましてですね。それで上げたということであります。だからまあ例えば ＩＭＦ なんかはですね。まあ今のね日本の借金とかあるいは高齢化の状況を考えますとですね。もっと上げなさいというふうに言ってるんですね。だからセンム理事なんか ＩＭＦ のトップズのセンム理事なんかはですね。ええ二千三十年にはああ十五パーセントにしろと。そして二千五十年には ににしろっていうふうふ言ってますよねですからまあこれからね残念ですけど消費税は10%にとどまらずどんどん上がっていくっていうことだと思いますねやっぱりもう上げるところが、まあ、法人税と所得税というのはちょっともうその余地がないと一方で消費税まだまだあるとねまだまだハンガリーなんて27%ですからねまあここまでいっちゃったら大変ですけどもまだまだあるということで20%までいけるじゃないとだからまあよく言われた議論ではあるんですけどもあのギリシャっていうのは非常に借金が多いと。 で日本は GDP の2倍、1000兆円政府が借金あるということで、なんで、ね、日本は、ギリシャはもう国債とかまあ大暴落しちゃったわけなんですけど、なんで日本の国債はですね平気だったのかというと、やっぱり日本はまだ消費税上げる余地があったということですね、だから借金がいっぱいあるって言っても、あんた消費税まだ5%じゃない、8%じゃないということで、消費税本気でね上げればですね税収増えんだから、まだまだ大丈夫なんじゃないの、日本はということで、だからまあ日本の国債はですねそれほど、まあ、それほどというかね、大暴落しなかったっていうのがまず1点でしょうね。 であともう1点挙げればですね、まあ、日本は借金がものすごくあるあるっていう風に言うんですけども資産だってあるんですよ、ね、借金もあるんですけど資産もあるんですよ、ですから純額の債務、負債っていうのは、ね、純粋な負債っていうのはですねまあ、あ600兆ないですよね。 えですからまあそこがギリシャとの決定的な違いであると日本にはまあ豊富な資産もあるんですよ、ね。日本の政府はもちろん資産も持ってるんですよね。そして負債があるんですよ。だから負債サイドだけね1000兆円ちょいあるじゃないかといっぱい借金抱えてるんじゃないかと借金ありますけど資産もあるんですよだから資産と負債を相殺してですね考えると、まあ、つまり純額の負債で考えますとですね600兆ないんですよね。でそれぐらいであれば先進国だったら耐えられるということでだから日本はねなんか借金があるあるっていうそういったまあ議論が蔓延して おりますけどだけど純額の債務っってとところででやっぱり見るべきだだ思うんですよねだからバランスシートで見るべきだと思うんですよね、まあ、高橋洋一先生という、まあ、財務省出身の方なんですけど高橋先生なんかもそこを強調されてるわけなんですけどもやっぱりバランスシート純資産で見るべきですね、まあ、もちろん純資産で見るとマイナスということで、まあ、確かに褒められたもんじゃないんですけどもそれは企業だったら褒められたもんじゃないですけども政府の場合はですねマイナスに通常なっちゃうんですよね。でででままあ、先進国でそそれれぐらいいのの金額とうのはそれほどですね、まあ,あ 膨大な、ね、金額でもありませんのであのそこまで、ね、日本の借金が多い多いというわけではないのかなというのはちょっと、ねえー、認識しておいてもいいのかなという,ふうに思いましてではです、ねえー、なぜ消費税かのこれが1つ目ですね。ね今度2つ目なんですけども えーまあ、直接税と言われるのが法人税、所得税ですね、えー、そして間接税というふうに言われるのが消費税なんですけれども、この間接税と言われるものは、ですね実は景気への影響が少ないんですね、ですから安定した税収を見込めるということで、まあ、ここが本当の狙いですね、財務省のね。 えー、ですから、まあ、例えば所得税とか法人税っていうのはですね景気が悪化した場合っていうのは所得が落ち込むほ、えー、法人税だったら利益が落ち込むということですから税収が国としてはだいぶ減ってしまうんですね。だけど消費税の場合は景気が悪くなったとしても、まあ、もちろん消費が減りますけど消費税収っていうのはそこまでね 法人税と、うん、税とととか所得比べるとそこまで減らないんですよねですからまあ消費税、えー、に、えー、もう少しシフトしたいなと消費税をもう少しです、ね、増やしていけばです、ね、もう少しその税の,、ねえー、その税収が安定化するなということで、えーまあ、したがって、まあ、政府としては財務省としてはです、ねうん、消費税増税というのを、まあ、本気でしたかったんでしょうねとういうことであります。 でそれから、やっぱり、ね、ここですよね現役世代の負担軽減ですよね。 えー、法人税とか所得税っていうのは要は現役世代が稼いでるその稼ぎに対しての税金、えー、これが法人税所得税ですよねだけど今回議論になってるのは社会保障費が35兆円かかってんだとこれからどんどん増えるぞとでそれはなぜ増えてんのかというと高齢者が増えているからということですねですから現役世代も今いっぱいいっぱい払ってるんで、えー、もう少し高齢者の方々も、えー、高齢者の方々が原因で 社会保障費がが増えてる面がある面あわけですからもう少し高齢者の方々もですね申し訳ないですけど、えー、負担をですね、えー、してくださいということでありまして現役世代の、ね、負担をもう少し軽減させてくださいということで消、まあ、費税増税とこれもありますよねですから、まあ、財務省としては経験、まあ、への影響が少ない消費税を増やしたかったと,たったとそれからやっぱり現役世代ですね法人税と所得税だけでもう結構いっぱいいっぱいのところまで来てると、えー、いうことなので、えー、まあこれから高齢化と がどんどんん進むとということで社会保障費もどんどん増大するということで高齢者の方々申し訳ないですけどもえもう少しですね負担してくれませんかということで消費税増税とまあそんな流れもあると。 でまあ、直感比率なんですけどね、えーまあ、日本はその間接税が非常に小さかったというふうに言われてるんですけども国政レベルではもう6.4まで来ておりますし地方税はねまだまだ、えー、この法人税所得税の割合が高いんですけども、えー、まあだいぶね改善されてきてるのかなというところであります、えー、ではですね消費税の歴史ですねこれ簡単にちょっとね振り返っていきますけども まずですね1989年ですね4月3、3%消費税を導入しまして3%という税率だったんですね、これは竹下政権でありまして、ですねで竹下さんはねこの後ね、まあとリクルート事件だとか、そういったねあの、まあ、金もらってたっていうねそういった事件が出てきちゃって、竹下さんは辞任ということで、でその後宇野さんというね60日ぐらいしか続かなかったんですけど、その方が総理大臣になって、ですねそれで3 参議院選挙をやったわけなんですけど、まあ、大惨敗ということで負けちゃいましたということで、まあ、あのだから消費税増税したら、まあ、やっぱり不評なわけですよ税金上がってんじゃねえかということでだからその後の選挙っていうのはもう負けちゃうっていうことまあ確かにね竹下さんの,その汚職だとかそういうのがあったっていうのが大きいんですけどもやっぱり消費税増税の影響でやられちゃったっていうのがありますよね。えー、大敗しちゃったよと で、えー、同じくですね消費税上げたのが橋本政権で1997年4月、これは非常にタイミングも悪かったんですけどね、橋本政権で上げたんですけど、やっぱり参議院選挙で大敗してしまったと、まあ、非常にタイミングが悪かったとっいうのもありますよね、まあ、橋本さんという方はですね。 あの財政構造改革というのを訴えてておりましてですねだから、うんまあ、構造改革だということなので、えー、もう少しね、えー、税率も上げてですねそれでまあ、えー、ちゃんとした、ねえー、骨格を作るじゃないかということを、えー、に力を入れてた方なんですけどもあまりにもちょっとタイミングが悪くてですね、えー、ちょうどその時期、えーまあ、つまり1997年なんですけどもアジア通貨危機があったりだとかですね山一証券だとかあるいは北海道拓殖銀行だとかああいったところで ところが倒れちゃったとか、まあ、そういうのがあったんで、えー、まあ非常に経済がひっちゃかめっちゃかになっちゃったとそんな時に増税ということですから、まあ、経済が非常に悪化して、まあ、ここからデフレ経済が始まったのかなということでありまして、まあ、非常に、うん、経済も傷んだということでありまして、まあ、あ選挙があったんですけどやっぱり負けてしまったということですねだから宇野さんも宇野総理大臣も、えー、このね、えー、消費税増税の後に、まに、あ、竹下さんはね、えーえーまあ、あのすぐ辞めちゃって。で その後宇野さんになったわけなんですけど宇野さんも、えー、大敗で辞めると辞任ということですね。で橋本さんもこれで負けちゃって辞任ということでで、ね、ですすすねねから、まあ、消費税をです、ね、上げるとですね。 非常に良くないと選挙で負けちゃうということで消費税に関わると選挙で負けちゃうんだとこれはもう自民党にとってですねまあ消費税増税というのは鬼門だというふうに言われてたんです。ねだけどということで安倍,総理で安倍内閣ですね安倍内閣はですね2014年4月にですね8%ということだったんですけど安倍政権はここでですね衆議院選挙でですね圧勝してるんです。ねねこここ安倍総理のすすごいところです、ね あのーまあ、公明党と、まあ、連立組んでおりますけど、えー、総議員のです、ね、3分の2、公明党と合わせれば総議員の3分の2手に入れてるということで、衆議院だけだったらですね憲法改正の発議できちゃうというところまで来てるんですね、ですからもう本当にここはですねアベノミクスの成果、これが国民に認められたということでありまして、えーまあ、消費税増税してもですね勝っちゃったというところで、ここはですね褒められたところなのかなと、あんまり強調されることはないんですけども、ここは は結構褒められてもいいもっと褒められてもいいところなのかなという,ふうに思いますけどね、竹下、橋本というね、えー、そういったあ、まあ、方々が、ですね、えー、選挙、あのー、消費税増税をした後に負けちゃってるということなんですけど、安倍さんは勝っちゃってると、しかも圧勝ですからね、公明党,公明党と合わせてですけども、総議員の3分の2を手に入れてるというのは、これはもうかなりのね,ね結果だと思いますんで、えーまあ、ここは結構褒められてもいいところだと思います。 まますああんまりねね触れられらてないです、ね、で、まあうん、自民党のね総理大臣の中でもう本当に人気のあった方っていうのがいらっしゃいましたよね。まあ、今息子さんが大活躍しておりますけどもあの小泉純一郎さんという方なんですけども小泉純一郎さんという、ねえー、方はですねまあ、えー、本当にまあ偉大な総理大臣でありかつ、えー、まあ非常に人気者だったんですよね。2001年に、ね、総理大臣になりましてですね、えー、発足時の内閣支持率がすごいですよ。 85%ということで歴代最高ですね。そしてまあ、在任期間が19え、1980日だったわけなんですけど、その在任期間の平均のですね。内閣支持率がですね。50%ということで、これも圧倒的なんですよ。あのこれは歴代2位なんですけどね。歴代2位は歴代1位は。ちなみにあの細川政権というで。 あの日本新党のトップを、えー、だった細川さんがあその55年体制自民党の55年から続くねその体制を、まあ、ぶっ壊して、えー、そして、えー、細川さんが総理大臣になりましたけど細川さんのその、えー、その、えー、あの 平均のね、支持率の方が、まあ、高かったんですけど、でも細川さんはね、もう1年持たなかったんですよ、1年持たなくて、支持率が59%だったんですね、で小泉さんは1980日ですね、あの政権を持ってて、それで内閣支持率が平均で50%ですから、もう実質ナンバーワンというふうに私は言ってもいいと思いますけど、在任期間が違いますからね、ですから、在任期間が1980日でですね、50%超えてるというのは、これ、圧倒的だなというふうに思いましてですね。 でまあ小泉さん当時人気あってあのポスターとかねやたら売れててものすごく 普通ね60歳過ぎた人のポスターなんてそんなおっさんのポスターなんて誰が買いますか、ね、売れないじゃないですかそれがもうバカみたいに売れて女子高生まで買っちゃってということであの売り出したら行列ができちゃってっていうそんなフィーバーになったんですよでそれほど人気のあった小泉総理大臣がしかも構造改革を謳ってたんですね、えー、それだけ人気のあった小泉総理大臣があー消費税増税には手を出さなかったんですね だからそんだけ人気あれば消費税増然に手を出しそうなもんですけどもそこにはやっぱり手を出さなかったとやっぱりこの鬼門ですからね消費税に関わると選挙に負けちゃうというのがありますからやっぱりそこには手を出さなかったんですけど安倍総理はですねそこに手を出しても勝ってるということでここはね注目に値するところかなと。 2019年10月ですね、えー、今度10%の増税ということで、まあ、安倍政権、ですねまだ選挙してませんけど、まあ、ここを乗り切れば、ですね憲法改正の道が見えてくるのかなと、まあ、安倍総理大臣のですね、まあ、考えていることっていうのは、おそらく憲法改正なのかなと、救助の改正なのかなということでありますけど、まあ、ここをですね乗り切れば、ですね憲法改正が見えてくると、まあ、そんなところまで、ねえー、来ているのかなというふうに思いますね。 でまあ、消費税のです、ね、日本経済の影響なんですけどこれはね、蓋を開けてみたら結構思ったより悪かったということでありましてね。 えー、10月から12月の GDP ですね想定外の激しい落ち込みということで、まあ、事前予想だったらいろいろ手を打ってたんでね、えー、軽減税率だなんだっていろいろ手を打ってたんで3.7%ぐらいの減なんじゃないのかということだったんですけども蓋を開けてみましたらですね、えー、6.3%の減であるということで、まあ、これはですね非常にまあ落ち込みが大きかったということですね。ち、まあ、ちなみみに前回、えー、2014年の時はもももっっっとととと落ち込みがああたんでですけどもマイナスということでもっと落ち 仕込んでたわけなんですけども。まあ結構今回対策練ってましたからね。軽減税率だとかあるいはそのね。 ポイント還元だとかそういうのを打ってたわけですから、それでも6.3%も下がっちゃったんだなということですね。まあちなみにリーマンショックがあった2008年の秋ですけれども、その後の四半期っていうのは、えー、この6.3%よりも落ち込みがですね小さいんですよ。4.8%の落ち込みなんですね。あるいは東日本大震災の時の落ち込み、GDP の四半期の落ち込みっていうのは1.4%なんですよ。ですからそれをはるかに上回るですね、6.3%の減ですから結構ですねこの消費税っていうのは 日本経済をですね、まあ、悪い方に、ね、押し合ったんだなというところでありますで、えーまあ、その原因なんですけどねやっぱり消費,もうししっ消費がガタベリしてしまっているというのが非常に大きいですよね。 景気、まあ、ウォッチャー調査というのがあるんですけども街角景気っていうふうに言われておりますがあ、まあ、前回の2014年の時ですね、まあ、落ち込みが激しかったんですね、まあ、今回ほど対策をしてませんから15.7%の減ということだったんですで今回は 10, 10ポイントの減ということだったんですけどだけど回復のペースというかね回復の大きさがですね前回よりもね小さいというところでありまして、まあ、今回かなりね消費税増税っていうのはまあ,あ 実は衝撃がね結構大きかったのかなというところでありますねで、まあ景気動向ここにはちょっと限っておきませんでしたけど景気動向指数というのがあるんですけども景気をね総合的に見るための指標、えー、景気動向指数っていうのがあるんですけどもさっきちょっとメモってきましたがまあ、10月はね、えー、前の月に比べて4.6ポイント下がってるとで11月は前の月に比べて0.9ポイント下がっているということでやっぱりこの景気動向指数でも悪い数字がボーンと出てきてると、えー、景気を総合的に見る指標景気動向 指数でもやっぱりね相当悪い数字がね出てきちゃってるということでまあ消費税増税ですねまあかなりねやっぱ悪影響これ出てきちゃってるのかなとだけどねっていうことですね2020年には2019年の秋に消費税は増税したけどだけどね2020年にはオリンピックがあるじゃないかとだから大丈夫なんだとそういうふうなシナリオを抱いてたんですよしかしながらということですね えー、しかしながらコロナが来ちゃったということで、えーまあ、シナリオがまあ崩れちゃったっていうのが今回の痛いところですね。えー、2019年でまあ消費税増税したんだけども、えー、オリンピックがあるからなんとかなるかなっていう,ふうに思ってたんですけどコロナでやられちゃってシナリオが崩れちゃった、まあ、これが今回のです、ねまあ、痛いところなんですけどねじゃあオリンピックでどれだけ期待してたのっていうとこうですね オリンピックの経済効果、2013年から2020年までで21兆円の効果が出るだろうというふうに予想してたんですね。ですから、こ今年というふうに言ってしまいますけど2020年はまあ大体ざっくりといって5兆円ぐらいのですね GDP 押し上げ効果があったのかなと、だから GDP 約500兆円、これが日本ですけども、だからその1%ぐらい押し上げる効果がまあオリンピックにあったのかなということですね。 えー、それがパーになっちゃった、まあ、まだちょっと分かりませんけどね、まだ分かりませんけど、オリンピック開催されたとしてもですね、まあ、どれだけちょっとね、えーまあ、人を制限したりっていうことで、だから、うん、やっぱりあの、オリンピック開催したとしてもですね、かなり効果がね、半減するのかなと、でオリンピック開催するかどうかもね、ちょっと今、分かりませんし、ちょっと私が収録してるう時期にはね、いろんな案が出ててですね、オリンピックを、えー、次の年にやっちゃえばだとか、いろんなね、えー 案が、えーまあ、出ているわけなんですけども2020年ちょっと開催できるのかなって本当に思いながら話してるんですけどできなかったら5兆円ぐらいの効果がパンになってしまうということですねでまあ実はその後も効果があるということでそれが11兆ということでありますから32兆円ぐらいオリ,オリンピックの経済効果があるんだというふうに言われてるんですねですからまあ消費税増税後の経済というのは実はオリンピック頼みだったということであります。 しかしながらコロナによってですねオリンピックが中止となったとシナリオ崩れちゃったと日本経済非常に厳しいということであります訪、まあ、あ日外国人という方がいらっしゃいますよねで訪日の方っていうのは2019年にはもう3000万人超えましてですね、えー、まあ効果でいうと約5兆円ですよ。 えー、彼らが日本に来て、えー、そして、えー、お金を落としていくということで、まあ、経済効果が5兆円ということで大体 GDP の1%ですよねでこれがですね今非常にやばいことになっちゃったんですね大体訪日外国人の方っていうのは中国人が30%なんですけど中国本土であんなことになっちゃいましたから1月2月3月のですねあるいは4月5月のですね訪、えー、日外国人の数だってガタベルシュするでしょうしもう今年1年間はっきり言ってどうなるか分かりませんよね。ですから、うん、法日外国人の数をが あ2020のという年は、ですね、まあ、大体3500万人ぐらい予想してたんですけど、かなり下回ってしまうんじゃないですかね、だから3500万人ぐらいいたら、ですね、えー、経済効果が多分6兆だとか7兆だとか、それぐらいおそらくあったと思うんですけど、それがですねパーになりかねないということですね、だからオリンピックがもしやらなかったら、ね、オリンピックが2020年にやらなかったら、5兆円がおそらくパーになると、えーまあ、次の年、改催すれば次の年に持ち越しということになるかもしれませんけど、パーになると、2020はね。ね えー、そして訪日外国人の方がもうガタビリしちゃったらです、ねえーまあ、かなり、ねえーまあ、2019で言ったら5兆円の効果があったわけなんですけど、まあ、例えば半分だとかあるいは、ね、分あの5分の1だとか減っちゃったらもう本当にかなり、ね、GDP の押し上げ効果というのは小さくなってしまいますから、まあ、このコロナというのは、ね、実は、ね、非常に、えーまあ、本当に泣きっ面にですね消費税を増税して日本経済は泣いちゃっている状態だったんですよ。えー、もうひちちゃかめっちゃかかめ 状況だったんですけど、そこのそんな状況の時に蜂に刺されちゃったという、まあ、まさにそんな感じですよね。ですから、まあ、今後、本当にどうなっちゃっていくのかなということなんですけど。 まあただねああのまあ、中国本土ではね8万人ぐらいのコロナ感染者が出て死者が3213人というふうにまあちょっとさっき数字拾ってきたんですけども、まあ中国人口多いですからでまあイタリアがまあ最近非常に急速に伸びておりましてですね2万7980人の感染者がいて2158人の死者が出ちゃってるということでまあそれに比べるとですね日本というのはかなりね、えー、あの 抑え込んでるのかなというふうに思いますね感染者が1530人そして死者が31人ということですからイタリアに比べてですね日本というのは あの2倍以上の人がいるんですよイタリアって6000万人ぐらいしか人がありませんからね、でそれで、えー、死者の数が、まあ、大体イタリアは7倍なんですよね、ですから、まあ、かなり日本というのは、まあ、かなり安倍政権ね、後手に回っているというふうに批判はされてるんですけど、イタリアに比べたらかなりね、その死者の方の数を抑え込んでるということで、まあ、そういった意味ではですね、まああえー、最小限にね、ちょっと抑えてるところはあるのかなというふうに思いますけど、まあ、ただね、これだけ世界的に、 みんなですねパニックが起きちゃってるから本当にオリンピックが開催できるのかなとオリンピックが開催できなかったら本当にシナリオが崩れるという,ということでまあ、今年の日本経済はですね非常に厳しい状況になるというのを、まあ、覚悟しないといけないのかなというふうにねちょっと思ってるわけなんですけどね。 え本日はね消費税増税の話であったということなんですけども、まあ、コロナ騒動でですね、えー、シナリオが崩れちゃったよということでありまして、えー、まあ今後ね、ねちょっと日本経済は明るくないのかなということをお話しさせていただきましたけど、まあ、今後ね、ね、えー、いいふうに、ね、動いていけばいいなとちょっと望んでおりますけどね、えー、それですね本日の講義ですね以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした